日本鹿児島県薩摩仙台市、寄田町。寄田町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩国薩摩郡高江よ寄田村、薩摩軍港、江村大技、寄田、川内市、寄田町。郵便番号は895-0133。人口は284人、世帯数は145世帯。薩摩仙台市の内越木島列島を除いた。 本土側の西端部に位置しており、西方には東、シナ海に面している。阿生駅の北方には、薩摩仙台市組崎町、南方には、市菊式の市橋島東方には、薩摩仙台市高校町がそれぞれ接している。町域のほぼ中央部を、鹿児島県道43号川内区式の線が、南北に通る。北方、南方いずれの道も峠になっており、 比較的人為的な影響を受けづらい立地であるため、地理学を、はじめ多くの研究者が訪れる。南西部には、天保12年頃に築造されたため池が多く、所在しており、奈良町ため池、ゴンスケ池、東池、西池、お寺池、白岩ため池、松茶が、原ため池がある。植物化石の産地として知られている。 1915年頃にできた東、シナ海を見渡せる棚田があることでも知られている。島津藩が江戸時代後期にまとめた列町制度巻の6において、下立番所の所在地の寄田の部分に、吉田の金が振られている。寄田の読み方は、明治時代中期頃まで、吉田と呼称されており、現在でも住民は、吉田と呼称する。周辺地域からも、 吉田と故称される場合が多い。一方で以下のような故障も確認される。とどろ川口と、よ田浜よ田町の小技は、小平、吹上げ、笠平、水が段、潮が、平、平河原、上わらびや、上また、笠本、わらびや、北面、十原、先、佐山、大十郎、三甲、上がり馬込み、馬込その三。 西池、東池、仏の尾、山の口、小床、北山中、南山中、西山中、小七つ田中棚、鴨の尾、小山口、三市、沖その南狩野園、北狩野園、輪北、淵頭、平田、落ち平、片豚、蟹浜、白石、お辻、村毛、上、中平、お西、平山、 平葉様、下松茶が、原、上げ松茶が、原、荒平、断水、西池の段、丸葉山、小瀬戸屋、並松、前平、草木山、猿内、池の段、京木葉様、下山、中堀、また、城、能平、鎌松か、倉掛、松が、尾赤仁た、大仙口、荒平、小群れ、長尾、 寄部の聞きはたし、蝶元蛇山、古木が、王がある。頼田町の西部にある大地上から、縄文時代後期のものと見られる、頼田遺跡があり、形跡性石器と、一木式土器が出土している。また、中心及び南刈谷園地区に、頼田貝塚がある。頼田という地名は、鎌倉時代より見え名棚であり、薩摩国薩摩軍のうちであった。 資料上の書件は研究4年の薩摩国書軍注文において、薩摩軍の文として、これ枝名、甲府名、聖氏名、英里名、頼田名、時吉名と記載されており、これが頼田という地名の書件であるされている。中世頃は、頼田名の一部が漢学にある西山寺の寺領となっていた。戦国時代末期には、入木院氏の勢力下にあったが、 天正二年八月に、イーリキーン・シゲトヨが、島津氏への無本を疑われ、潔白の証として、ヨリタは、新職、山田、天根達、田崎と共に、島津氏に侵入しようとしたが、島津高久は、海辺を、消費持ち後派手派とて、非課財省として就航しなかった。常時七年三月、島津史久,久により、新田神社の主因子に、ヨリタや薪が預けられた。 よりたや牧は、高江町、組崎町にもかかるが、よりた町が広い範囲を占めていたため、この名前が冠された。その範囲は、大正を2年にまとめられた、鹿児島県畜産市によれば、倉掛山、松尾山、長尾山、正無礼山、笠山,山,笠山,山や、上尾屋等の山野の六里二町にわたっていた。毎春、島津藩内でも特に良質の馬が生産されたが、 島津以前のいつから、のぼくがあったか等は不明とされる。なお、この放牧場は、明治時代まで続いた。このため、町内には、馬頭観音者が、複数存在する。江戸時代には、薩摩国薩摩郡高江郷のうちであった。村高は、天保郷町では152国余り、群村高辻町では152国余り、三州五地西洋蘭では186国余り、 急行急流取り調べ町では240国余りであった。東部にあった笠山や牧では多くの馬が放牧されていた。安永7年には村内を流れる轟木川に石造りの遺跡が建設され流域の棚田を考えした。江戸時代の測量家である井上忠だが表した九州東海辺縁海村順にはより田村や数59軒。 うち十三県上川と記されている。寄田海岸1886年には、古式島列島からの入植者が多数入植し、上野や池の団といった集落が形成された。1889年4月1日に、松村制が施行されたのに伴い、高江郷にあたる高江村、久しみ、咲村、寄田村の区域より、薩摩郡江村が成立した。それに伴い、 それまでのヨリタ村は、高江村の大技、ヨリタとなった。日清戦争後の1900年、ロシアのバルチック艦隊の行動を監視するため、大日本帝国海軍により防漏台が設けられた。1956年9月30日には、高江村が、薩摩軍やエリ村と共に、川内市に編入された。同年の10月19日に、鹿児島県広報に掲載された。 一村の配置分号に伴う、大技の廃止及び町の新設により9月30日付で、旧公園村大技、頼田の区域をもって新たに、川内市の町、頼田町が設置された。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、稽古院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が、新設合併し、 薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において川内市の町、字については現行通りとする、と協定されたため、名称の変更は行われずに薩摩仙台市の町となった。2011年4月から2017年3月にかけて旧り田中学校跡地に、 九州電力が設置した薩摩仙台試験場において、高品質、高信頼度の電力供給が維持できるよう、将来のスマートグリッド構築に向けた技術的な課題解決のため、太陽光発電設備や蓄電池などの試験設備を用いた実証試験が実施された。2012年10月より、九州を日様発電株式会社が運営する。 よりた発電所が運転を開始した。この発電所は建設敷地面積22000万2平方メートルに京都セラミック製の太陽光パネル4564枚が設置されている。最大出力は約1.1メガワットで約300世帯へ供給できる発電能力を備えている。よりた町の断崖以下の表は国勢調査による 小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。薩摩風土記毎年6月の第1日曜日に、新田神社のお田植え祭りにおいて、境内で奉納される踊りで、鎌倉時代や戦国時代に始まったとされる。その由来については、一農民の自衛のための武術鍛錬にたうち行事であり、 地面をトントンつく所作から虫追いを示す、濃厚儀礼といった説が示されている。1963年に、県の無形民族文化財に指定されている。なお、1834年の、薩摩風土記では、鹿児島城下の5月の行事として、田植え踊りと、棒踊りが示されており、現在まで、南九州各地に伝わる踊りであるが、 無形民族文化財に指定されているものは、寄田三尺棒踊りのみとなっている。また、宮崎大学の中村修作の1988年の調査によれば、川内市、寄田町瀬戸屋の諏訪神社は、寄田全域と橋町区内の土川、及びいわゆる、タコと称される、大地上の諸集落にまで、宇治古県が広がっていた。ここで行われる、棒踊りは、 露店も多く集まって盛大であり、宇治湖集落から踊り手が出るだけでなく、橋し地区全域から見物に出かけていた。とある、棒踊りの練習は5月頃から始まる。週に5日、子供たちは晩ご飯を食べ終えた19時頃から公民館に集まり、年配者から指導を受ける。よりた小学校の児童が多い頃は、小学3年生にならないと踊れないという決まりがあったが、 少子化が顕著になると、小学1年生から踊り手となるようになった。踊りは6人が1つのグループを作り、以下のように並ぶ。そしてこのグループが、あと2つ、計18人で踊るのが正式な形である。加えて、この踊りには、歌い手が3人つく。零零零、この6人は、前の3人、後ろの3人と踊りの向きが分かれ、さらに右、中心。 左それぞれにも動き方があるので、複雑な舞となる。このため踊り手一人に一人ずつ指導者がつく。踊りは、最初に、歌い手の、法声楼という前奏から始まる。その間、踊り手たちは、猿の声のような、ヒューという高い声を複数回出す。前奏が1分ほどで終わると、踊り手は両手を、右肩のあたりから前面に返しながら伸ばす。 と同時に、ジャンピングスクワットのような形で膝と腰を落としながら、さあさあさと発声する。すぐに立ち上がり、右手の甲を頭の右上で、ほいと言いながら返す。このような形で進められていく。おたうえ祭りの本番は、全員が浴衣の上にたすきがけをし、へこ帯に手ぬぐいを刀の柄代わりにし、そこに木刀を差し込む。 公民館の前で一番最初の踊りを披露すると、町内各所をマイクロバスに乗って移動する。踊り終わると住民から花台をもらったり、ご馳走を振る舞われる。町内すべてで奉納が終わると、新田神社に移動して奉納する。奉納した後は、公民館に戻ってくるので、関係者にとっては1日がかりの祭りとなる。古式島からの移住者によって、様々な文化がもたらされた。 年末に都市丼を行う過程も見られる。薩摩仙台市立寄田小学校跡地、寄田町にはかつて、川内市立寄田幼稚園、薩摩仙台市立寄田小学校、川内市立寄田中学校が設置されていた。また、寄田町の南部にある土川地区の児童は1950年には、 高江村により隣接する串木野市の土川小学校への越境入学が行われており、土川小学校が閉校した2010年まで、隣接する一菊式野市大和羽橋間の一菊式野市立土川小学校に通った。なお、土川地区の児童は一菊式野市立土川小学校を卒業後は、薩摩仙台市校、江中学校に通った。 川内市立寄田中学校は、1947年に、高江村立校、江中学校の寄田文校として設置され、1954年に、寄田中学校として独立した。1983年に、高江中学校に統合され並行した。薩摩仙台市立寄田小学校は、1880年に、寄田小学校として設立され、 1885年には、カニ小学校となり、1922年には、よりタ人城高等小学校となった。2012年3月18日に閉校式が行われ、水引小学校に統合され閉校した。課外活動として、川内市環境課の許可のもと、ウミガメの卵の孵化、観察、放流活動を行っていた。小学校の敷地内には、 南北朝時代にこの辺り一帯を治めていたとされる、頼田松之助の墓がある。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。